一緒に過ごした時の茶碗よ。これを見て何か思い出さない？思い出されへんな。そんなことない、よく見て。私はどこにも行くあてのないよそ者のあなたを住まわせてあげたでしょ。食事もちゃんと与えてたし、部屋も用意してあげたし、それなのにあなたは何も思い出せないっていうの？相変わらず恥知らずなのね。ごめんな。一緒に過ごした時の茶碗というからには、その茶碗にまつわる何か思い出話があるんじゃない？茶碗にまつわる思い出？そんなの特にない。食事も別々だったし、私たちから話すことも彼の方から話しかけることもなかったし。なるほど、邪魔者扱いということか。邪魔者扱い？そんなひどいことはしてない。ちゃんと自由にさせてあげてた。でも彼は無視されていたわけだよね。だってどうしたらいいのかわからなかった。彼は私の元に現れた異物、本当の家族じゃない。ならなぜわざわざそんなものを用意してここに現れたの？その茶碗だってかぐやが使っていたかもしれないというだけで、本物かどうかもわからない。そう、こんなもの本当はどうだっていい。ねえかぐや、あなたには保護者が必要でしょ。どうせ私のところにお鉢が回ってくるんだから、あなたはおとなしく従っていればいいの。君はこの鉢を捨てた。その時点で君には二度とお鉢は回ってこない。かぐやはね、私の言うことなら何でも聞いてくれたわ。料理も洗濯も掃除も店の手伝いもしてくれたし。あら、当たり前じゃない。ただで置いておくわけないでしょ。いるだけで金がかかるんだから、少しは役に立ってもらわないと困る。なんだよ。
でも彼ったら、こっちの気も知らずに勝手な行動ばかりして、よくイライラさせられたわ。買い物に行かせたら、頼んだ品と違うものを買ってきたり、余計なものまで買ってきたり。それによく家からいなくなったわ。困ったもんよね。勝手に出ていく方はいいかもしれないけど、こっちはその度に連れ戻して、おまけにそのことで世間に噂されて、恥ずかしいったらなかったわ。お、ガラス細工か。これはね、彼が私にプレゼントしてくれた思い出の品なの。これを見たとき、今まで苦しんできたのが嘘みたいにすっきり落ち着いたわ。ああ、すべては私のためにしてくれたんだ。彼はそれほどまでに私を愛しているんだ。かぐや、あなたは私を愛してるの。だからあなたは私のもの。今までのことはすべて許してあげる。だから私のもとに戻ってきて。僕は…ってこれ、昔俺が作ったやつじゃねえか。え？懐かしいなあ。これ作るの大変だったんだぜ。なんであんたがこんなの持ってんだ。嘘よ嘘。こんなの素人が作れるわけないじゃない。嘘って言われてもな。なんなら俺のコレクション見てみるか。ああ、ついでになくなってねえか確認しねえとな。そんなことあるわけないでしょ。これは私がその辺で買った。つまり偽物ということだね。いや、だよな。そもそもこれに思い出なんてねえんだからな。おっかねえ姉ちゃんだな。違うもん。
私のところにいた時に着てた衣だよ。家が火事にあって、その時に。うん。でも今はすごく幸せだよ。ごめん、何も思い出されへんわ。そうなんだ。かぐやちゃんはいつもニコニコしてて、可愛い可愛いってみんなにチヤホヤされて、すごく大切にされてて、お洋服もいろいろ買ってもらって、私の方が可愛いに決まってる。確かにかぐやちゃんは可愛いけど、でもそれは本当に可愛いんじゃなくて、かわいそうなんだよ。偽物の可愛いなんだよ。みんなかぐやちゃんが可愛そうだから登場して可愛がってるだけなのに、それなのに本当に可愛い私が可哀想になるのはおかしいよ。そうだよ、いつもいつも引き立て役にされていい面の皮だったよ。みんなの可愛い可愛いかぐやちゃんはいつも笑顔でいたけど、本当はそうじゃないって私は知ってた。だから私はこの偽善者の面の皮を剥いでやろうと思ったの。ねえかぐやちゃん、私のところに来て。今度はね、大丈夫。みんなあなたのこと知ってるから。私があなたがどんな人なのか教えてあげたの。だからね、今度はかぐやちゃんが私にやきもちを焼く番だよ。嫉妬に焼かれた時点で思い出の品は贋作と同じ。その証拠に君はかぐやの記憶を取り戻せなかった。君がかぐやを得ることはできない。帰れ。これこれ、翡翠のネックレス、思い出した？思い出されへんな。もう、もっとしっかり見てよ。ごめんな。よければこれに。どんな思い出があるか教えてくれへん？昔から君は変わらないね。思い出ならいっぱいあるよ。この翡翠のネックレスはね、私が湖に落としたって言って探させてたの。探させてた。そう。だって君は頼めば何でもやってくれるんだもの。だからある日みんなで試したの。彼はどこまで言うことを聞いてくれるんだろうって。ある日私たちは彼に言った。
大切なものをなくしたから一緒に探してほしいって。もちろんそんなものは見つからないに決まってる。だって別になくしてなんてなかったんだもの。でもね、彼ってば私たちの嘘に気づかず、土砂降りの雨が降っても探し続けて、おまけにそのせいで病気になっちゃった。その後のことは知らなかったけど、元気でやってたんだね。よかったよ。ねえ、かぐやくん、思い出してくれた？私たちのところに戻っておいでよ。そんで、また私たちを笑わせて。ごめん。なんで？最後にもう一つ尋ねてもええかな。結局僕は何も持ち帰らずに君の元に帰ってきたっちゅうことやんな。もし僕が君のネックレスを持ってきても、君は僕を。帰って、まあな。しかし、ひってえよな。あれだけかぐやは自分のものだとか主張してたのに、いざ思い出せなかったら恩知らずだとか最低だとか勝手なこと言って去ってくんだから、女ってすげえよ。どうしたん、ひいさん。ま、気にすんなって。記憶くらいなくたってこうしてなんとかやってけてるじゃねえか。なんなら俺がもっといい女を紹介して。まあ、お前にはここにいい女がいるよね。うん。
何もあらへんや。お月さんにはウサギさんがおるんやったっけ。前に話したこと覚えとる？ウサギさんは耳が長くてどんなに遠くの声でも聞こえるんやって話。ヒイさんはどんな声でも聞こえるウサギさんは自分自身にも絶望してしまう宇宙ってだけど、あれ少し言っちゃうと思うね。ウサギさんは最初から世の中に絶望してるから、どんなに遠くの声でも聞こえてしまうんや。せやからウサギさんはお月さんに憧れる。月を見ると世の中が心細くしみじみと悲しく感じられる。あの月の都の人は華やかで美しくて老いることはない、思い悩むこともない、理想郷やからな。ウサギさんは月に帰りたい。いろいろ考えたけど、僕はな、ヒイさん、あの子らの言い分が正しいと思う。僕みたいな、おそらく普通ではない人を置いてくれただけでもほんまはめちゃくちゃ感謝せなあかんことや。僕は何も持ってない、ちょっと物珍しいだけで、大した器量でもないし才能もない、召使いとしてしか役に立たん存在や。あの子らが僕に執着してたんも、僕があの子らにとって都合がいいからであって、僕自身を必要としてるわけやない。ああ、ヒイさん、君もあの子らみたいに僕を。いや、なんでもない。ごめんな、変なこと言うて気に障った。さん、こんにちは。このところ何かとヒイさんを心配させてしまってるようなので、明るい話題でも書きたいと思います。今日いつもお店に来てくれるおじいさんが、最近ヒイさんの姿が見えなくて寂しいと言っていました。おじいさんが言うには、ヒイさんは若い頃のおばあさんによく似ているそうです。特に笑った顔が好きなんだと、彼氏の前やっちゅうのにのろけられました。ヒイさん、めっちゃモテモテやな。おじいさんと話してる時、僕は君と初めて会った時のことを思い出していました。僕が
君を初めて見た時、君は明るく他人と接していて、笑顔が可愛い子だなって思いました。ひーさん、君はみんなから好かれています。僕はそんな君がたまらなく眩しいのです。ひーさん、君は付き合い始めの頃に、これから一緒にお話をしたり触れ合ったり思い出を積み重ねていくうちに、この思いが本当の恋なのか知ることができると言いました。それは今も同じなのでしょうか。今も君は僕のことを知りたいと思ってくれているのでしょうか。ひーさん、なんで君は僕に付き合ってくれるんですか。いらっしゃいませ。2名様ですね。お席はこちらになります。Pさん、ダージリン2つとチェダーチーズケーキ、アップルクランブルを。おい、どうしたよ。怪我か。注文は？注文はって聞いてんだよ。それともないのか。了解。ここは俺がやっとくから、あんたらは怪我の手当てをしてこい。できるな、かぐや。はい。ここ座って。痛い。嘘やな。傷つけて痛くないわけあらへんや。
まはちゃんと病院に行った方がええんやけどな。ヒーさん、僕は君のために何をしたらええかな。僕が僕は。せやけど、何もせんちゅうわけにはいかへん。恋人、恋人はこうして傷をつけるもの。今日も月が綺麗やな。なあ、ヒーさん。僕は人やない。おまは、あの月の都の人なんやと思う。って言ったらどうする？それは
どうしたん？ひーさんは案外手のかかる子やな。じっとしててな。ほら、取れた。僕がいなかったら、ひーさんは今頃動けんままやったんかな。僕がいてよかった。そっか。なら、かぐやくん。あ、やっぱりかぐやくんだわ。少し大人っぽくなってたけど、すぐわかったわよ。元気そうでよかったわ。みんな、あなたのこと心配してたのよ。ほら、昔、あんなことがあったでしょ？あなたが今もそのことで気に病んでいないかって。ごめんなさいね、お話し中のところに。え？そうよ。かぐやくん、うちの施設にいたことがあって、その時にね。ええ。なよたけの家っていう児童養護施設なんだけど、あら、やだ。もしかして、私、余計なこと言っちゃったかしら。頭が…これあげるわ。丈夫な赤ちゃん生まれるとええな。